お耳ぴょんぴょん、しっぽふりふり。え？あ、旦那様、見とったと？恥ずかしか。けど、ちょうどよかったばい。今着替えが終わったとこっちゃけん。急に本部から送られてきたらしいんよ。なんでも新しい装備の試作品みたいで、寸法がうちにぴったりやったけん着てみたっちゃ。似合っとう？うさぎさん可愛いっちゃもんね。それにうさぎの足は幸せば運ぶっち言うみたいやし、うちとあっとう気がするんよ。やけん、もっとちゃんと見てよかよ。目ばそらさんで、足とかも、いろいろ。それが狙いっちゃ。旦那様のこと、脳殺しとうと。たまには、うちもこんくらいは頑張るっちゃもん。ほら、旦那様、ちゃんと見て、感想とか。ありがとう、嬉しく。嬉しすぎてとろけそうっちゃ。恥ずかしいけん着ようか迷ったけど、勇気出してよかったばい。だって旦那様、他の子にデレデレしとう時があるんやもん。やきもちでそう見えるのかもしれんし、そういうのも解消っちゃけど。ただ他の子、どの子も素敵やし、うちも待ってるよりたまには攻めてみようかなとか、とにかく喜んでもらえたならよかったばい。そうだ、今日は満月やけん、ついでにお月見していかん？うさぎさんの格好でちょうどよかろうもん。はい、旦那様、お夜食作ってきたっちゃ。名付けて博多うどんお月見番隊。おうどんが一玉しか残っとらんかったんよ。今度取り寄せとかんと。旦那様優しか。ならお言葉に甘えて。はい、あーん。それに天気も花丸ばい。あ、本当に綺麗っちゃね。それにとっても幸せっちゃ。旦那様に会ってから、うち自身の幸せ、いっぱいいっぱい増えとう気がする。旦那様、わがままかもしれんけど、うち来年もこうして一緒にお月見したいっちゃ。うん、約束。気に入ってくれたなら、またこの衣装着てくるけんね。あ、うん、着るのは旦那様の前だけにせんと。そんなの今さらったい。ほら、旦那様、おうどん最後の一本、二人で一緒に食べるっちゃ。一緒に食べるって言ったの、旦那様やけんね。ちゃんと責任取ってほしいっちゃ。うちはこっちから。旦那様はこっちから。はい、あーん。じゃあ、うちも、いただきまーす。
これからも一緒に幸せになろうね、旦那様。